ンバー。どうも現代忍者タグです。忍者ホワイトベアのひろまるです。ピョンピョンということで、ここどこかわかるよね。稲川先生のベースでございますね。そう、血と汗が修行でこうなってると、そして血の方が多いというベースでございますね。ということでございますね。血の跡だらけでございますけど、今回からねちょっとまた違うシリーズでね、先生からウェーブを授かってウェーブマスターになり、自分でウェーブはもう勝手に一人歩きしちゃってるわけね、トコトコトコってね。だけど師匠にしばらく何も習ってなかったんだよ、だから久々に師匠に稽古をつけていただきたいということで、俺がさ稽古つけてもらうってことは、視聴者のみんなもなるほどこういうのあるんだなみたいな、さらに勉強になる。はい、これ自分も見たいですね。見たい、はい、だろうね、はい。一発目はね、前回覚えてるかな、ウェーブ阻止者 VS ウェーブマスター。あ、はいはい、覚えてます、うん、あの時ね先生がねエルボーで全部俺のウェーブのね受けるんだよね。やってましたね。あれ俺ウェーブ使ってなかったらね、はい、はっきり言うけど両拳壊れてたんだよ。あら、ものすごい先生やらしいことするなと。ジョークなのに何してくれてるんですかと心の中では思ってた。 ECQCっていうんだ。それって何かの略とかなんですか。多分エルボーの近接のところでディフェンスをやったり攻撃をするっていうか、前回は結構先生ディフェンスでよく使われてたけど、今回俺も拳が壊れたくないから、はい、自分もエルボーやりたいなっていう。お、肩甲骨から直でくるから、ウェーブとエルボーもめちゃめちゃ実は相性がいいのよ。そこら辺をコアに攻めて習いたいなと。今日中にマスターして、お前が好きな大人数と戦う系な、はい、やろうかなと。いやー早く見たいですねそれ。そう、もうお前に大人数やりませんかっていう振りいらないから、はい、もう自分からやるからそれも。 ありがたいです。じゃあ ECQC、はい、すごく言いづらいけどそれの説明からね先生に。よし、じゃあ行ってみよう。タクチャンネル。はい、エルボーの、はい、ディフェンスをどのような時に使うかとかの説明とか、はい、お願いします。分かりました。拳はやっぱり手首のありますんで壊しやすいと思うんですよね。武器を持つじゃないですか。例えばカラビナだったり、ナイフだったり、剣だったり、ガンを持つんで、ここはあんまり使わずに肘の硬い部分、よくこうムエタイっていうキックボクシングなんかでも使うんですけど、はい、あれはもうキックボクシングの時の肘なんですけど、もうちょっと違った方向から相手をさばいたりディフェンスしたり回すっていう技がちょっとあるんですよ。それは距離数なんです。遠い距離だと、たくさんと上でやってた時、ちょうど拳を狙って打ってたと思うんですけど、はい、自分の制空権に拳が来た時に肘でこうやってる。だから近接用のエクストリーム CQC、 それで ECQC、 エクストリーム、すごいクローズされた狭い環境の中のバトルで拳が使えない、蹴りがちょっと打てないとか、投げ技ができないっていう時にアタックする技なんです。本当にギリギリで力入れるんですけど、はい、その前に先生の肘がアタックかけてきたんで、あれでもし僕ウェーブで力を点に変えてたら、はい、潰れてたっていう。次の日拳こんななんですよやりやがったなみたいな。じゃあ先生、じゃあ一人ずつお願いします。はい、普通こうお先なんですけど、これがショートの距離ですね、はい、もうちょっと離れるとロングなんですけど、ここからこうポイント行きます。その時に打てない、逆に、はい、これボディもちょっと打ってもらっていいですか。これもこういう関節ね。ここの距離だとパンチの方がやっぱいいんですよね。ここの距離だと肘のさばきの方がいい、はい、でボディで行きましょう。で、さばいて、いたんですよ。距離でナイフをさばくやつとかですね。そうですよ、はい、はい、いいです、いいです。やってみましょうか。首をからグッと切り上げて、で、切ります。こういう感じになる感じです。もう一回やってみましょうか。そういう風になってますね。明日はじゃあ、ね、まずナイフなしで、はい、まずこっちの肘を顔に入れてみてください。この感じ、こっちから入れるんですね。普通格闘技って上からじゃないですか、はいはい、脇開くんで、はい、脇を締めながら上を下にかける感じです。こっちの、そうそうそう、こうしたら次こっちの肘があるんで、これからこっちでこうでもいいですし、はい、ここのちょうどここの下からこう上に力で、そうです、ね、そうです、そうです、巻き込んでいく感じですね。自分の方に吐き出すんではなく、はい、吐き出すんでは自分全部巻き込む、そうです、そうです、そうです、はい、巻き込む、はいはい、外側の力じゃなくて自分の中に中に入れていく、はい、外側に出しすぎちゃうと力が分散しちゃうんで、はい、自分のこの体をグッと中に入れる力を使って肘で打ってくる。ナイフも同じ、ね、そうですね。ちょっと下がりたいんです、はい、下がれないんで、これがこっちに出ます。そうです、そうです、そうです。で、この手に今度エルボーです。ここにエルボーすると、はい、はい、
エルボーエルボーで触る。そうですそうですね。これはウェーブ足してやったら相当痛そうですね。そうそうそうなんです。結構効きます。実はこうさばいて攻撃なんですけど、同時攻撃と同時にディフェンスと同時に入れるような。ちょっと軽めにウェーブを使ってみますね。はい、すごい。大ですね。これは効きます。すごい効きます。あの本当の時じゃないとアクションにはいかないね。カウンターになっていくから愛情がない。よくたくさんアクションやるときに映画は愛情だもん、怪我させないやる、逆に自分たちを怪我さすように作ってってことですよね。これをまたたくさんの量に改造して両方使えたら、どこに来た、こことも、うここですね。こうでここでパーキングってなってこう内に、しかもこう脇も閉まるから全ガードになってるんですね。もう赤くなってます。赤くなってますね。ちょっと先生、また違う技を。はい、次はですね。はい、こうして、グラップリングっていう、組もうとしたときにですね、こっちから行く。こっちで、今度はこう、肘でもこの投げ技ができる。投げ技ができる。こっちから行きますね。こうロックして、はい。関節が完璧に入ってるんで、気持ちよそうだね。気持ちよくない、気持ちよくない、気持ちいいです。じゃあちょっと終わったくします。はい、はい、ロックされてるんです。そうです、そうです。クラッチから、はい、でここでロックしまして、こっちもから投げちゃう。でまたディフェンスになってる。はい、そうです、そうです、ロックしてそっちに投げる。はい、むしろウェーブがなくても強いですね。強いんですよ。軍隊系の格闘技は使用しないといけないんですけど、首の内間にも使えるような強烈な技、逆関節を取る、愛がないような技がちょっと多いんですけど、肩甲骨からすごい連動すると思うんで、ウェーブちょい足しでいきますね。こうロックされてるとき、ちょっと怖いですよ。こっちまでウェーブ来たわ。そっちまでウェーブ来ちゃったね。そっちまでウェーブ来ちゃった。肩甲骨から伝わりやすいから、ここで一回抜けちゃうはずが抜けないんで、肩甲骨の力が一気に行くんですね。内に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 、はい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 、外も、はい、全部体のこの周りで動かしていける。強烈ですね。そういえば自分はウェーブパンチやり始めた時に、先生にエルボーでつけてパーンってやったじゃないですか。あれは禁止です。そうですね、パキッとこう折れちゃうから折れちゃうんで、肘すごい硬いんで、すごい威力が出るように、軍人さんができるように作ってある強烈な技になるんです。じゃあ先生、もう少しエルボーの技を。了解です。さっきは内に入ったエルボーなんですけど、これは手が上の場合は上からできるんですけど、下の場合は下から上に上げて、こっちに入る。あとフックをお願いします。これも入っていけるように、これも近接用の技になってるんですけど、これもエルボー実はここ振ってるんですね。では完成です。はい、捌くこともできて、手が下の場合は下から上げることによってデフェンスしやすくなる。ちょっと下から上げてみます。そうです、この手がですね開きたくなっちゃうんですけど、はい、自分肩口持つようなの筋肉をやると、はい、はい、そうです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 、うん、そう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 です。まあちょっとウェーブかかっちゃったね。でもこれかけやすくなってますよね。それすると、このそう、そう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 ね、こういうことです。行くわけですね。はいはいはい、今のはアクションなんだから、俺先生にリアルなもの習ってアクションに溶かす段階ですから、アクションの間になってください。今のは確かに今の危ないよ。危ないよね。大丈夫です。間違ってウェーブバーンってかけてたらバーンってなっちゃうね。ウェーブを使うとその向けそれだけ伝わりが早いですね。ゼロレンジャーショートの戦いをするんで、はい、一番激力の出るこの肘で、はい、4ちょっと触れただけでドーンって衝撃来てると思うんですよ。はいはい、肘のどこの部分を使うか。そうですね、上の骨と真ん中の骨と下の骨があります。はい、下の骨って女性もそうですけど、とんがってる方多いですよね。はい、カットエッジって言うんですけど、切ることもできるんです。上は下からやったようにちょっと弾力が筋肉があるんで、はい、ちょうどここは受けにいいんです。はい、ディフェンスとかに使うときはこの弾力があるところで相手の力も衝撃も逃がしていくような、はい、真ん中でさっきの投げ技をしていくっていうパーツごとに使っていけると、肘は威力とか投げ技とかになると思います。じゃあ次もグラッと持ってこれですこうディフェンスにした、ね、弾力があって、うん、これを下のエッジでいくと、この違いを分かってほしいんですね。弾力で受けていくと、はい、受けて完成する。こっちはすごい強烈に威力が出て、掴まれている時でも弾力を与えていくし、肘は危険なのでなるべくちょっとウェーブを使わずに、はい、ここで受けるとさらにこっちに肘を、はい、
そうですそうですそうです。振り返し。はい、そうですそうです。そうです。で、まあ、投げれます。投げれます。はい、ちっちゃく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 は柔らかく、はい、相手が打ってきたのに対してここが柔らかく、はい、攻撃したい時は下で、はい、行くと肩が行くと肩が行くと、おっ、なんとか先生、初日が技をしちゃう。ありがとうございます、はい、じゃあちょっと先生、白丸に言われる前に近接で3人というのをやってみます。あ、わかりました、やってみてください。じゃあ行ってきます。はい。すぐですね。すぐだったね、肘はね。女性でも肘だったらさ使えるし、はいはい、見ててやべえと思いましたね。ゼロの距離でも痛い、はい、うん、実際はね。例えば寝技でウェーブかけて肘っていうのもめちゃくちゃ痛いのよ、はい、ちょっと見てみたい、見てみたい ね。ちょっとこっちに行ってみる。例えばこうね、軽くですよ、こう3つしててつけた状態でもこのウェーブ使うだけでめちゃくちゃ痛い。首に当ててやったらもっと危ないですね。先生お願いしますね。じゃあやりましょう。こういう肘もね、充実感に対しても有効ってことですよね。万能ですね。万能、先生に技習ってリアルを学んで、それを俺のアクション度に生かす、いかに本物に近づけるアクションやるかだからな、はい、どんどん強くなっていくという。そうだね、それが俺だね。だけど使うのは映画だからね。俺は映画や、はい、そういうもので残すために己を鍛えていくってわけだな。はい、この動画がいいねと思ったら高評価ボタン押してください、うん、たくさんのインスタグラム、ツイッターフォローお願いします。そしてチャンネル登録もよろしく。Come on.